皆さんこんにちは。本日は夏の疲労を取るために超重要、睡眠の質を高めていく方法、これを紹介していきたいと思います。皆さん疲労溜まってますか？この夏暑くてなかなか疲労が抜けにくい、こういった方多いんじゃないでしょうか。そしてその疲労を取るために皆様いろいろなことをされていると思います。その中で一番疲労を取るために重要なこと、そう、それは睡眠です。睡眠の理想は1日7から8時間。そう、1日の3分の1が睡眠と言われています。これを聞いてね、1日の3分の1も寝ないといけないのか、もったいないなと思った方多いんじゃないですか。僕もその一人です。でもそれって間違いで、睡眠はそれだけ時間を投資するメリットがあるということなんですね。中にはね、ショートスリーパーといってちょっと特殊な方もいらっしゃいますけども、基本的には1日7から8時間の方がパフォーマンスは上がっていくと言われています。まず最初は睡眠の質を上げていくとどういったパフォーマンス影響が出るのかといったところを簡単に説明した後に、睡眠の質を高める方法、これを紹介していきたいと思います。夏の溜まった疲労であったりとか、レースに向けてコンディションを上げていきたい、そういった時には非常に大事な内容です。ぜひ一緒に学んでいきましょう。まず睡眠の質を高めていく、睡眠時間が長いとどういった効果があるのか。睡眠というのは記憶の質を高めたり、免疫力を向上させたり、そして成長ホルモンを分泌させて筋肉の成長を促す、こういった効果があるんですね。他にも効果はたくさんあります。特に皆様のようなアスリートは睡眠は必須です。ある NBA の選手は1日に10時間、そしてあるメジャーリーガーの方は10から12時間睡眠を確保しているそうです。睡眠に関する研究はたくさん行われていますが、その中でもトップアスリートの方々は皆さん口々に素晴らしいパフォーマンスを維持する秘訣は睡眠だと言っているんですね。その証拠に3日間睡眠時間が取れなかったという方がベンチプレスのマックスの重量が9キロも減ったりしました。またとある研究では大学生のバスケットボールチームを集めて毎日10時間の睡眠を取るようにしたところ、フリースローの成功率が 9% 向上して、そしてスリーポイントシュートの成功率が 9.2% 向上したというデータもあります。また他にも水泳のタイムが上がったであったりとか、サッカーのスプリントの能力が上がった、要は走る能力ですね、が上がったというデータもあります。テニスのサーブの精度が上がったり、ポジティブな結果ばかりです。こういった効果が睡眠にはあるんですね。さあここで市民ランナーの皆様はどうでしょうか。市民ランナーの皆様はめちゃくちゃ忙しいですよね。仕事、そして家事、中には育児をされながらしっかり走る時間を確保してますよね。中には走る時間を確保するために睡眠時間を削っている、こういったこともよく聞きます。本当にね、皆さんない時間を絞り出して、そして走る時間に当てる、こういった方本当に多くて、本当に尊敬に値します。本当にね、そうでもしないと時間が取れないという方たくさんいらっしゃるんですね。すごく気持ちはわかるんですけども、先ほど紹介したような効果が睡眠にはあるんですね。なので皆さんのパフォーマンスを上げていくためには、やっぱり走る時間を確保する、これもね、すっごく大事なんですけれども、睡眠の時間を確保するというのは同じぐらい大事ということも分かっていただけたと思います。なのでね、走るに注目するだけじゃなくて、こうやって睡眠に当ててしっかりと疲労を取る、ここにも注目していきましょう。今のお話を聞いて、そう、睡眠の量が大事だということは分かっているけど、高山さんが言うのに本当に時間が取れないから睡眠の質だけでも上げたい、こういった方多いんじゃないでしょうか。なので今からは睡眠の質を上げていく方法、これを紹介していきたいと思います。睡眠の質を上げていく方法は様々だと思います。その中でも寝始めの90分が最も大切と言われているんですね。この最初の90分というのが一番深い睡眠と言われており、この時間、この90分の間に疲労が回復すると言われているんです。今は Apple Watch などのウェアラブルデバイス、僕らだったらガーミンの方が多いですよね。このガーミンでも睡眠のログを見ることができますよね。この記録でよく見るのが、やっぱり寝始めの最初っていうのがいきなり深い睡眠にドーンと入っているんですね。そう、この最初のドーンという深い睡眠が一番大事というわけです。ではこの最初の90分の深い睡眠の質を上げていくためにはどうすればいいか。それは寝る90分前に風呂に入ることです。もういきなり出てきたこの風呂入れというワードにびっくりした方、大丈夫です。今から説明していきます。まず人間の体温というのは深部体温と皮膚体温という2つの体温があります。深部体温というのはもう名前の通り、人間の体の深い位置にある体温のことを言います。内臓であったりとか、また鼓膜の温度ですね、このあたりの温度を測ると深部体温がわかると言われてるんですね。そしてもう一つの皮膚体温というのはもうその名前の通り皮膚の温度ですね。
そして睡眠が深くなる時というのはこの深部体温ですね。この深部体温というのがぐっと下がった時なんですね。この深部体温をぐっと下げるためには入浴、これが大事なんです。一見お風呂に入ると深部体温どころか体温すべて上がるんじゃねえのと思った方いらっしゃいますよね。そう、まさにその通りなんですけれども、人間の体にはホメオスタシスという機能があるんですね。まあこれを簡単に説明すると、外部環境にかかわらず人間は内部環境を一定に保とうとするということですね。つまり人間の体っていうのはお風呂などに入って体温がぐーっと上がった後はその体温を元に戻そうと次は下げようとするんですね。これは走っている時も一緒で、僕ら心拍数上がりますよね、頑張って走ったら。そしてこの心拍数ってずっと高いままじゃなくて走った後はぐーっと下がっていきますよね。これもホメオスタシスの一つ。それと一緒で体温、皮膚体温や深部体温も上がったら下がろうとします。なので深部体温、これも全く一緒で上がったら下がる、この機能を利用するんです。お風呂に入って体がポカポカに温まった後に、あ、体温が下がってきたな、このタイミングで、ね、睡眠に入るわけなんです。湯冷めということも聞いたことあると思いますが、この湯冷めのタイミングで寝るのが一番いいということですね。そしてお風呂に入って上がった深部体温というのが下がるタイミングが90分後と言われているんですね。なので眠る90分前にお風呂に入る、正確に言うと眠る90分前には入浴を終了しておく、これが大切というわけですね。そして深部体温が下がっていくために利用してほしい目安として知っておいてほしいことがあります。それは手足の温度です。深部体温にかかわらず体温というのは指先や手先、要は末端から逃げていくと言われているんですね。よくね、赤ちゃんが眠くなったら手足の温度が熱くなると言われてるじゃないですか。まさにあれが体温が下がっていくタイミングです。なので深部体温が下がってきた目安としてですよ、あ、手足が熱くなってきたなっていうのを利用するのもいいかもしれませんね。なのでね、たまに手足が冷えてしまうから靴下を履いたまま眠ってしまうという方いらっしゃいますが、あれはね、やめた方がいいと思います。深部体温がね、下がりにくくなってしまいます。中にはね、めちゃくちゃ冷え性でもう寒くて手足温めると眠れないという方以外はできるだけ裸足、素足で寝る方がいいでしょう。そして補足としてなんですけども、シャワー派の方多いですよね。なかなか時間が取れない方多いですから、もちろん理想は入浴した方が絶対に疲れは取れます。特にランナーの皆様は湯船に入った方がやっぱりお風呂の中でね、マッサージとかもできますよね。だから入浴した方がいいんですけれども、時間がない、時間が取れないという方は30分とか60分前、眠る30分とか60分前にシャワーを浴びるという風に調節をしてみてください。そして肝心の理想の睡眠時間なんですけども、これは7から8時間アスリートの皆様はもう少し取った方がいいかなと思います。もちろんね、そんな時間取れないよって方多いと思いますけれども、7時間以上寝ることが望ましいというのは頭の片隅に入れておいてください。冒頭でも説明しましたが、やっぱり睡眠時間ね、長い方がアスリートの皆様はパフォーマンスが上がっていきます。そして最後ですが、睡眠の質を上げていくのには毎日毎晩毎朝同じ時間に眠って同じ時間に起きる、こうやってルーティンを決めておくのがいいと言われています。ランニングと全く一緒ですね。要は習慣化が大切ということ。いかがでしょう。まとめると、眠る90分前に入浴、深部体温が下がるタイミングで眠る、極度の冷え性の方以外はできるだけ靴下は履かない、睡眠時間は7時間以上、同じ時間に寝て同じ時間に起きる、ぜひね、これらを意識して皆様のコンディションをベストに上げていきましょう。他にもね、おすすめの睡眠方法あるよとか、これやったら睡眠の質が上がったとなったら、僕もね、疲労をやっぱり回復させていきたいですから、皆様の睡眠方法ぜひぜひね、コメント欄で教えてください。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。質問や疑問など分かりにくかったなというところあったら、ぜひぜひね、コメント欄で教えてください。こちらショートムービー使って回答していきます。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になったなと思ったら、ぜひともね、高評価ボタン忘れずによろしくお願いします。そして先ほどもお伝えしましたが、この動画の関係内容でも質問や疑問などありましたら、コメント欄に放り込んでおいてください。ショートムービー使って回答していきます。 LINE 公式アカウントでは練習会やイベントの情報など、こちらをね、メインで配信していきます。どうですか皆さん、結構涼しくなってきましたね。まだまだ暑い日続きますけども、ちょっと体感としてもね、気温落ちてきました。秋のレースに向けてしっかり強度を上げて練習していきたい、そういった方はね、ぜひぜひね、高山マラソン RC でお待ちしております。最近ペーサーも充実してきましたので、ぜひとも強度を上げた練習したいという方、大阪城でお待ちしております。 LINE 公式アカウント動画概要欄に貼っております。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画は参考になったけど、まだチャンネル登録していなかったなという方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェア、フォローしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。